火炎木、学名スパサデアカンピナラタは、農ンカズラカに分類される花木。ジャカランダ、宝ウウ木と合わせ世界三大花木と称される。火炎木の、花西アフリカ原産の上緑鉱木で、樹高は12から25メートルほどになる。葉は、鵜上服用をなし、若葉の頃は、象下色、成長すると、光沢のある緑となる。 一年を通じて赤みがかったオレンジ色の釣り金型の大きく派手な花を枝先に多数咲かせ続けるので見た目がとても華やかな木である。花園木族は本種を含め三種が知られており、いずれも熱帯アフリカ産である。花園木の葉。インドのハイデラバードにて熟したサヤシュシシで日当たりがよく肥沃な土壌を好むので農地やかく乱地によく見られるが、 自然林でも見られる。一方で、寒さに弱く、霜の降りる地域では生育できない。また塩分にも弱いので、海岸土壌は生育に不向きである。花は、他の農前カズラか同様、釣り金型の某原花で、学名の種商名も、この花の形に由来する。やや上向き加減に咲くため、花の内部には、雨や炉が溜まり、そこに、 多くの鳥やコウモリが引き寄せられ、花粉を媒介する。10分後に鞘を形成し、縦に割れると、中から種に盛んに植えられており、胸黒マンゴーハチドリアンサラコトオルックスナイグリカリス、黒ハチドリフロリスが2日、コガネオサファイアハチドリハイロカリスクラスラといった多くの、ハチドリの旧密源となっている。生命力が強く、切り株からも放菓子簡単に再生する。材は、 木質が柔らかいので、中南米では、五色鳥などのホラス成長類が映像に利用している。また耐火性に優れており、容易に燃えない。なお材には、ニンニク臭がある。世界中の熱帯域に、街路樹や庭園里、干渉目的の家木として広く移入されており、ファウンテンツリー、アフリカンチューリップツリー、フレーム・オブ・ザ・フーレスと、南次フレームなどの英名で広く知られる。 和名の火炎木もこのうちの一つの直訳であり、英名の発音をかなに直したアフリカンチューリップツリー、それを直訳したアフリカチューリップの木、アフリカユリの木などの名でも知られる。なお、火炎木という和名は、オーストラリア産のオーバヤドリギカ植物ヌイチやフロリブンダや、同じくオーストラリア産でアオイカの拘習アオギリに対して用いられた例もある。また、 同じ三大花木の一種である鳳凰木を火炎樹と称することがあり、本種と取り違われることがたびたびある。ちなみに中国語で火炎樹というと本種を指す。原産地では種子を食用、木材を静止に樹皮、花、葉を薬用に利用する。本種の花はつぼみの時内部に水を含んでおり、子供がこのつぼみを使って水鉄砲遊びをすることがある。 花粉が含まれたこの水は時に指や衣服を黄色く汚してしまう。本種の有するパイオニア性や多産性、強靭な生命力といった特徴はいずれも侵略的外来種とされる植物に共通するもので実際アメリカ、オーストラリアなど太平洋各地で野生化している。アイクンでは本種を世界の侵略的外来種ワースト100の一種に選定しておりハワイなど 多数の固有種からなる植物症を有する太平洋の東場部の生態系への侵入を懸念している。日本では植物園の温室等のほか、沖縄県や小笠原諸島で庭木等として植栽されているが、野生化の報告は2008年現在までない。体操性がないところから、沖縄や小笠原以外の地域での日本国内での野生化の可能性は薄いが、 沖縄や特に固有種の多い小笠原で野生化する可能性については注意を要すると考えられ、外来生物法の要注意外来生物リストに掲載されている。リバーズ、MC& マーク、J、スパサデアカンピナラタ、ザンユー CN レッドリストオブセレットスピーシーズ2017 ET、ET49196213。 A49196223 ドイ10.2305 IUCN UK 2017から3 RLTS T49196213 A49196223 EN ダウンロダドオン20102021野口康沖、世界第一子オセアニアス整備ドメグロ書店を押し1906年 33ページ、虫度 BN12119662、ありがとうございます。